いや、ハンターハンターの主人公ゴンに似せているアカウント、アイコンやアカウント名の人から暴言を受けたり、あるいは自分宛てではなくてもキャライメージを損なう発言を繰り返しするっているのを見たりといった点がきついですね。その件だけではないですが、何が言いたいんやろな。何がいい、遠回しに言っとるよね。ツイッターのせいではないかと。とか言うけどさ、俺アンバス先生に言うてたんやけど、まあ誰かのせいで、あいつやら、あの人やら、あの人やらのせいで、ハンターハンターのイメージが損なわれたって言うんやな。アンバス先生はさ、中川拓弁護士さんは、弁護士さんはさ、俺はお前らのせいで、お前ら弁護士8人の弁護団のせいで、弁護士のイメージが損なわれたぞ。言っとくけど。めちゃめちゃ損なわれたぞ。多分俺だけやないと思うぞ、それは。お前ら8人の弁護団のせいで、弁護士ってこんなにアホなんやということを、みんな思ってしまったと思うぞ。そっちの方がよっぽど問題ちゃうか？ハンターハンターのアカウントの、どうのこの、ハンターハンターのイメージが、そうそう、一般社団法人と NPO のイメージも、だだ下がりやぞ、お前らのせいで。そこはどうすね。ほんまや。別に、お前がハンターハンターのイメージが損なわれたぐらい、別にどうってことないけどさ。弁護士全体、弁護士という仕事全体のイメージを下げたお前らの罪の方がよっぽど重いと思うぞ。おそらく、そっちのが社会的な影響は大きいと思うぞ。